プレートバトルフルブラストはバンダイナムコゲームスバンプレストレイベルより2012年3月1日に発売されたプレイステーションポータブル用ゲームソフト SD にリフォルメされたロボットアニメや特撮作品のキャラクターが戦うクロスオーバー作品コンパチヒーローシリーズの一つで前作チャリンコヒーローから約8年半ぶりのシリーズ新作となる 以前の作品では二等身が主だったが、本作では、デフォルメながらよりスッキリした体型でデザインされている。限定版のツインバトルボックスには、バトルドッジボールシリーズ第3弾、バトルドッジボール3と、本作と本作に登場する作品の主題歌が収録された、グレートバトルフルブラスト主題歌コンピレーションアルバムが同梱される。相次ぐ戦争により、滅びた惑星アイリス。 その惑星から謎の声に導かれ、ウルトラプラネット、ライダープラネット、ガンダムプラネットの3つの惑星がアイリスの周辺に集まってしまった。それによって引き起こされた星々の混乱に乗じ、怪獣軍団、大ショッカー、ジオン・ザフト連合が、オノが野望を達成せんと、本格的な世界進行を開始する。この事態を打開するため、 ウルトラプラネットの防衛チームガイズのゾフィーは、レジェンドの名を冠する各世界の守護者らと接触し、彼らの後継者である、新世代ヒーローを集結させて、特務部隊ヒーロー連合を結成する。悪の組織を倒しアイリスから惑星を引き離すために、それぞれの惑星を巡るも、アイリスで起きた惑星を破滅させてしまうほどの戦争で、取り残された残留思念が宿る。 紫随晶の存在により、さらに戦いは泥沼へと沈んでいく。基本的には、横スクロールのアクションゲームである。敵味方それぞれ、ガンダム、ウルトラマン、仮面ライダーのグループに分かれており、誰を相手にするかによって、ダメージが増減する三ス組みの相性が存在する。プレイヤーは一部を除いて、いつでも交代できるようになっており、操作キャラクターで攻撃中に交代することで、 攻撃判定を持ちながら登場し、コンボをつなぐことができる。ステージは一つにつき三つほどのエリアに分割されており、一部のエリアでは特定のキャラクターを選択し、交代せずに戦う個別ミッションが存在する。カスタムサウンドトラックを実装したシステム。メモリースティックにサウンドトラックホルダを作成。キャラクター BGM ステージ BGM。 ボス戦 BGM の音楽を差し替えることが可能。第一作同様、プレイアブルキャラクターは6人存在するが、ゲーム開始時に使用できるのは3人で、残りの3人はシナリオを進めていくことで使用可能になる。ガンダムシリーズ円距離攻撃がメインで空中でブースト移動が可能。ジャストガードに成功すると敵の攻撃を跳ね返す。怪獣系の敵と相性が良く、 怪人系の敵と相性が悪い。仮面ライダーシリーズ近接攻撃がメインでコンボを繋ぎやすい。ジャストガードに成功するとカウンター攻撃が発動する。モビルスーツ系の敵と相性が良く、怪獣系の敵と相性が悪い。ウルトラシリーズ遠距離、近接ともにバランスが良く、空中でのホバリングも可能。ジャストガードに成功すると体力を回復する。 怪人系の敵と相性が良く、モビルスーツ系の敵と相性が悪い。ステージ中で呼び出すことで様々なサポートを行ってくれる。最大4人まで、セット可能でステージを進めるごとに増えていく。微行にがあるキャラクターは、本作で仮面ライダーディケードが変身できるライダー。ガンダムシリーズ下記のほか、ザック2、量産型キュベレー、爆風、サイコガンダムが登場する。 仮面ライダーシリーズウルトラシリーズ書きのほか、バルタン星人、バキシム、ベムスター、ボガール、インペライザー、ブルトンが登場する。ありがとうございます。